ございます。今日採卵日です。朝早いんですけど行ってきます。今日はちょっとコンタクトなしなんでメガネ装備です。行ってきます。個室に通されました。ゆっくり安静になれそうな部屋でよかったです。それではこれから採卵にできます。いくつ取れるかな。5個以上だといいけど、行ってきます。頑張ってきます。採卵から戻ってきました。静脈麻酔だったんでめっちゃ頭がぼーっとします。静脈麻酔はもう点滴に麻酔の薬を入れたらあっという間に意識を失います。多分どんなに抗っても無駄です。一瞬で寝落ちみたいな感じになって、私の場合は夢は見なかったかな。夢を見る人もいるみたいなんですけど、意識を失って気がついたらまた元の個室に戻されてました。ほんとすごいですね、麻酔って。全然痛みとかなかったです。痛みないっていうかわかんないです。で、そんな感じでやったので、取れた個数とかも、まだ全然不明な状態です。どのぐらい取れたのかわからないですが、今だんだん麻酔が切れてきて、なんとなく下腹部に違和感というか、ちょっと鈍痛みたいな、生理痛みたいな感じがします。で、今安静時間なんでこのまま横になって休んでるんですが、ちょっとやっぱ麻酔が効いてるうちは少しこう歩こうとするともう全然足元をつかない感じです。すごい麻酔すごい。普段寝つき悪いから家で麻酔できたらすごく楽かもって思っちゃった。この後ちょっと横になって休みます。はい、ひなです。採卵終わって帰ってきました。お疲れ様でございました。予定では5個取れる予定でしたが、じゃあどうだったでしょう。個数発表します。じゃん、4個でした。はい。1個減っちゃった。まあでも、上出来じゃない。まあちょっとね、1個減っちゃったのがね少し残念なんですけど、まあでもね、こう刺激で私の割に4個取れたから、よかったと思ってます。はい。でね、培養士さんといろいろ相談して、で、今回は全部顕微授精にしました。私たちいつもなんか旦那さんの、その精子所見は悪くないんだけど、普通にこう、ふりかけで受精したことがないので、もう今回も全部顕微授精。で、よかったよね。二つ以上入っちゃうから。そうそう、なんかね、精子がね、元気良すぎなのか、卵子のこうバリアが弱すぎなのか、いつもね、精子が2個ね、入り込んじゃったりするの。受精障害もちょっとあるのかな。そんな感じなんで、全部、顕微授精にして、さらに、PIP
ピークシっていう先進医療もつけてもらったの。これ初めてじゃない？はい。なんかね、ヒアルロン酸を用いて成熟した精子を選別する技術で、一応保険でもその先進医療として使えるんだって。じゃあどうしますかって言われて、それを使ってオプションつけてもらって、であと、ピエゾイクシ、あのこう先端が平らなこう振動でこうやって検備してもらうピエゾイクシも、基本ピエゾイクシしかもないんだって。今通ってるとこ。そうだから、もうピエゾで全部やってくれる。もう絶対つけるやつ絶対、うん、それはもう料金変わらず普通にやってくれるんだって。やったね。私の卵子本当に弱々で、結構やっぱ顕微でもなんか、なんだろう、危ないところあるので、なんかピエゾだとね結構うまくいく可能性が高まるのなんでピエゾにしてもらって、で、培養は配卵法までの培養にしてもらって、で、今回は、だから凍結してもらって、ちゃんと移植周期に移植するっていう感じにしてもらったの。でさ、今回すごく悩んだところあるじゃん。うん。なんかね、凍結を、凍結を、4個目以降、グレードが低いものは、破棄するか、そのまま全部、その CC とか悪いものも、全部凍結するか聞かれて、すごい最後まで悩んだのね。ですごく迷ったんだけど、2個移植する人は、なんかグレードの悪いものも結構凍結する人が多いって聞いたんで、とりあえず4個目以降グレードの悪いものもあったとしても凍結することにしました、まあ、これでだからグレード悪いのとかも4個目以降できても、まあ凍結するってことでね、いいよね。いいやっぱさ、グレード悪くてもね、なんか捨てられないというか、まあ2個移植なら有効利用できるかなって思っちゃったし、ね、グレードでもしかしたら悪くても正常な妊娠できる胎盤法の可能性もあるしね。そうです。まあなんかそんな感じでちょっと培養士さんと相談して、まあ、ちょっと悩んだけども、まあ、ナナさんとも相談して、そういう感じにしました。悩む。で、あと今回、シート法って言って、配盤法を育てる時の、タラちゃんの言ってた、配盤法を育てる時の培養液を凍結保存して、配盤法移植の2、3日前に子宮内に注入するっていうオプションもつけました。オプションもりもり。で、アシステッドハッチングもつけて、で、っていう感じかな。だからもうつけられる、保険診療でつけられるオプションはほぼ多分全部つけたかも。あ、いいよね。つけれるんだ、つけて。うん。なんかね、さっき言った T イクシって、今までやったことなかったから、やることによって逆にダメになったりする場合ありますみたいに聞いたら、多分デメリットないですよって言われた。だからさらに良くなるか、まあ、ただ普通にそのただ変わらないというかそのままか、デメリット的なものはないんじゃないかって一応バイオさんに言われた。まあ、だからヒアルロン、ただね、これってなんかね、なかなかその配盤法にならないとかっていう人に有効なのかな。じゃあ有効だね。あとは流産しちゃう肺を、なんだろう、覗けるというか、流産しちゃうような配盤法を、なんて言うんだろう、あらかじめその、できないように選別してできるみたいなことを言ってた。まあ、やったことないからね。うん、やったことないことはね、もう今まで散々採卵も
今回20回目だし、移植もね、まあ、まだ2桁いってないか、移植は。9回目ぐらいやったから。何でも試せることは試そうと思ってフルオプションです。まあ、そんな感じで。あ、まあ、そんで、まずは下受精確認できるかどうかのメールが来るんだけども、受精確認のメール、本当だけ、もうそのためにメンタルがね、削られるんだよな。まあ、まずは4つ受精だよね。うん。でね、なんか、その、培養が、3日目ぐらいまでに、あんまり培養も、なんか状態が良くなさそうだったら、なんか その後、廃盤法になるまで培養しないで、破棄することも選べますって言われたんだけど、破棄する人いるのかなって私は思っちゃったんだけど、やっぱりね、なんか望み薄の卵を培養して費用払うのもちょっと嫌だって思う人もいるみたいで、私はなんか 1% でも可能性あったら、すごく培養経過が悪くてもお願いしたくなっちゃうから、あ、そういう人もいるんだなっていうのはちょっと聞いて思った。ね。うん。やっぱり。でも、例えば培養経過悪かったらやめる？やめない。ねえ、実際どうなんだろう。培養経過悪くても私、培養やめますってあんま言えないかな。ただ、その3日目までの本当培養次第では、なんか本当に、やっぱ望み薄すぎるからやめる人もいるって言ってたね。まあそういうこともあるんだなってちょっと聞いて思った。でもね、とにかく今日はね、培養士さんも看護師さんも採卵する先生、女の先生だったんだけど、みんな優しくて、なんか割と本当なんだろう、アットホームな今あの雰囲気のクリニックに通ってるので、すごく癒されました結果がね、まあ、これでね伴えばもっともっといいけど、なんだろう、なんか不妊治療してると辛いこととかいっぱいあるから、やっぱりね、病院の人に優しくされるとすぐうるうるしちゃうちょろい、そう、ちょろいね、私ちょろいちょろいだって、そうじゃない、やっぱ優しくされたいもん。なんか辛いこと多すぎるからさ、痛いこととか。まあでも、あと痛くもね、もう麻酔すごい効いて、もう静脈麻酔で麻酔入れた瞬間に、私一瞬ちゃんと起きてみようかなと思ってグッて意識入れてみたの。だけどそんな抵抗もなしくスンってこう意識落ちたスンって感じで、あっという間に落ちたね。だから麻酔もね、保険診療だと500円ぐらいでかけられるから本当にありがたい。で、起きた後にやっぱちょっと下腹部痛いのあったんだけど、なんだっけ、ロキソニンもらって、でロキソニンで痛みだいぶ収まって、今は全然なんともない。けど今日はシャワーで、お風呂はダメ。で、お玉のね、状態もね、良かった。素晴らしい。お疲れ様でした。院内先生、お疲れ様でした。まあ、じゃあそんな感じで、明日、受精確認のメールを待ちたいと思います。いつも見てくれてありがとうございます。子供を望むすべての人が、授かるように、私もお祈りしてます。私も頑張ります。またね。バイバーイ。